はい、こんにちは。それじゃあね、続きやっていきましょう。今回はエンディングを回収するんですけども、とりあえず、分岐を総当たりするか。じゃあ再開でやっていきますんで、しばちお待ちを。はい、それじゃあね、一つ目の選択肢なんですけども、前回はこの誰も悪くないを選んだので、今回、女中 A を選びましょう。屋敷の窓を拭くというのは、途中までは彼女の仕事だった。突発的な仕事を追加で与えられたとしても、窓拭きという仕事を遂行できなかった彼女自身に責任がある。本当にその答えでいいの？まあ、俺はね、違うと思うけど、とりあえず今回問題なしでいきましょう。はい。なるほど。先輩はそういう答えを出すんですね。レン、コ？ねえ先輩、白黒心理という言葉をご存知でしょうか？知ってるよ、冒頭で話してくれたもん。なんだそれ。先輩のように、これと言ったらそれみたいに何かにカテゴライズしないと気が済まない心理状態のことですよ。なんで選択肢一つ間違えただけでこんなにディスられるんだ？また明日も問題を出すので、よろしくお願いしますね。わかりました。明日も問題が出るんですね。ねえ、先輩。あいつの小さい微笑みが引き金となって、今日も始まる有罪ゲーム。有罪ゲーム？あいつが悪いんでしょ？いや、あいつは悪くないでしょ。何これ。誰かをかばえば、誰かが悪者になる。そんな、有罪ゲームに。何それ。え？レンコ、いい加減に、やめてくれよ。先輩は、こういうミステリー、有罪ゲームがお好きなんじゃないんでしたっけ？いや、違うよ、レンコちゃん。俺が好きなミステリーは、こう、謎を解く快感というかさ、謎が解けた時の、ね、何にも変えられない、あの感覚が好きなんだよ、レンコちゃん。こういうんじゃないよ。こういうのじゃなくて、な。違くないですよ、先輩。え？犯人を指し示すということは、誰か一人を悪者に仕立て上げることと同義ですから。え？あ、いやでもまあ、俺の言うように謎が解ければそれでいいっていうんであれば、その後犯人がどういう風になろうが知ったこっちゃねえっていう風に考えられるか。いやでも、そういうんじゃないからね。もうほんと違うよ。結局、探偵にとって、そこに至るまでのストーリーとか、どうでもいいんですよ。いや、まあ、俺の言うように、謎が解ければそれでいいんだよって言うんだったら、まあ、犯人が、犯行を行った動機とか別に、どうでも、いや、そんなことないよ。うん、俺はそんな風には思わないよ。うん。違うよ。謎さえ解ければいいだけの話ですから。ねえ、先輩、そう思いません？君何なの？俺の心の中は見透かしてんの？怖えわ。なんだよ、それ。いや、はい。そうですね。もうなんか、ぐうの音も出ねえわ。え？エンド1、ミステリーと探偵。俺の心見透かして、ん？たのか？私の父は通り魔に刺し殺された。私がちょうど13になる頃だった。え？今日は私の誕生日なんで、家でワイワイ騒ぎながら飾り付けをしていたその時に一本の電話によって告げられた事実。
母と私は飾り付けをする手を止めて急いで現場に駆けつけた。殺害された現場は大通りから一本外れた路地裏だった。大粒の雨が地面に滴る赤い液体を洗い流して近くの側溝に流れていく。その赤い液体を目で追うと大切な父の死体があって、死体安置所とかじゃなくて現場に呼ばれたんだ。刃物によって体の至るところが傷つけられ、心臓に突き刺さるナイフが艶やかに光っていたことを今でも覚えている。幼い私をかばうように母が必死に抱きしめるが、私は一瞬でも見てしまった父の死体から目を離すことができない。そして何分経ったのだろうか、周りの大人の話すことが左から右に抜けていく中、一つの話し声だけが鮮明に入ってきた。面白そうな死体じゃないか。なあ、相棒。いや、めちゃめちゃ失礼な探偵だな、こいつ。まあでもそっか、俺もな、なんか目の前にさ、密室殺人とかさ、そういう不可能犯罪、謎が複雑であればあるほど、やっぱ燃えるところもあるもんな。俺もあんま人のこと言えねえのかな。この言葉聞いた瞬間にこいつめちゃめちゃ失礼だなって思ったけど、俺もあんま人のこと言えねえかもしんねえ。近くのカフェで防寒着を着込んだ女と相棒と呼ばれる大柄の男と目が合った。大柄の男は私と目が合っていることに気づいて微笑んできたが、そんなことはどうでもいい。私の父の死体を面白いと言ったのか？大切な人が死んでとても苦しいのに、それを面白がる やからなのか？まあ、その、ね、被害者がいるってことは、被害者家族があるわけだもんね。やっぱ、面白いって思うのは良くないことなんだけど。すまね。本当に胸が痛い。本当に申し訳ない。もう探偵としてそれは仕方がないかも。仕方がないで片付けちゃダメだもんな。申し訳ない。後に彼らのことを探偵と探偵助手というのと知ったが、そんなこともどうでもよくて。だから蓮子ちゃん、あの前回探偵が嫌いって言ってたんだ。私の中に膨れ上がった探偵に対する憎しみだけが年々大きくなっていた。いやでもほら、あのね、探偵が悪いんじゃないじゃんね、あの犯罪を犯した犯人がまず悪いんじゃん。責任転嫁良くないよね、あのほら誰が悪いとかっていう話じゃないと思うんだけどさ、犯人が悪いじゃん。これが嫌われる探偵ですよ、蓮子ちゃんから。誰かをすぐに悪いって言う。だから探偵さん、はい。せいぜい私のサンドバッグに付き合ってくださいね。わかりました、はい。あの、申し訳ないです。エンドに私の愛しいサンドバッグ、あれ？エンド1からエンド2に繋がるんだ。いや、あの、ほんと名探偵としてめちゃめちゃ心痛いですよ。そうだよね。事件面白がるの良くないもんね。このゲームなんだろう。なんで俺に刺さるエンドばっかり作るんだろう。痛えわ。胸が痛えわ。あいたたただよ、ほんと。いや、まあ、面白がるのよくないよね。そうだね。そうですね。はい。あの、事件があって、探偵がいて、その事件をね、
解決する謎が解けるところにね、喜びを感じるようなやつはダメですよね。はい。それはもう本当胸が痛いぐらいに承知しました。続きのエンド探しに行きましょう。はい、帰ってきましたっていうのも、こちら女中 B を選んだんですが、今回女中 A と同じエンディングだったので、このまま誰も悪くないに行きましょう。で、この後、レンコちゃんとレン君、どちらが悪いかっていう話があるんだけど、問題ないだね。どうしようかな。じゃあ今回はレン君が悪いにして告白を振りましょう。まあ、振りましょうというか告白されてないんだけど。そうなんですか？ねえ先輩。差し先輩のご厚意に甘えて、もう一問だけ付き合ってくれませんか？この後だね。人を愛せない先輩に恋をした私と、人を愛せない先輩、どちらが悪いんでしょう？それは、まず、今回はレン君が悪いにしましょう。はい。ま、俺はね、レン君が悪いと思うしさ、告白もまあ、受けるというかね、するのがいいかもしんないかなって思ったけど、まあ動画のね、展開上、あんまり動画の展開上っつうの良くないな。だから、本当申し訳ないけど、付き合えない、ごめん。付き合えない、ごめん。先輩。レンコの気持ちは、うすうす気づいていた。なのに、何も言えなくて、曖昧な態度を取り続けて、ごめん。きっと、いずれ、こんなことを言わなきゃいけなくなることが嫌だったから。きっと、レンコと先輩、後輩の関係性ですらなくなって、レンコが離れていくだろうと思ったから。なるほどな。まあ、この関係というかね、二人で仲良くするのはいいけど、その先ってなるとなかなか難しいんだよな。そんなことがあるんだよ。俺にとっては。ともかく、レンコの気持ちには答えられないから。先輩。あの時の会話を聞いた時から、どうせこうなるだろうとは思っていた。だって、あの時？あ、先輩の声がする。もう大好きじゃねえか。私は今日誕生日を迎える先輩をお祝いしたくて、プレゼントを片手に先輩がいる教室に向かっていた。そうしたら、教室の扉が全開だったせいか、教室内で話す先輩たちの声が聞こえてきたというわけだ。先輩、いるんですか？どんな話してたの？そう言って、教室に入ろうとしたとき、先輩の、おうなすかな？声に遮られた。もうさっきね、このテキストが流れた瞬間に、うわ、読めねえ漢字あるって思ったんだよ。案の定読めなかったわ。どうだっていいだろ。そんなの俺の勝手だろ。すげえ、いい声してるな。どうだっていいわけないだろ。お前、何をやってんのか分かってんのか。え、何やったの？今日だってあの子と一緒に来たのは事実だろ。それはあいつが通学路にいるからたまたまで。そうやって淡い期待を持たせるのがどのくらい残酷なことか、頭のいい蓮ならわかるだろ。それはわかるけど。いや、全然わかってない。
お前がセクシュアルだってあの子は知らないんだろ。多分そうだと思うけど、だけどそのうちに気づくと思うし、わざわざ言葉に出さなくったって。そうやって思考放棄すんじゃねえ。お前いい加減にしろよ。ごめんレン君ってさ、俺の半分分身みたいなところあるじゃん。怒られてるとなんか俺も怒られてる感じがして黙っちゃったよ。ごめんごめん、ももちゃんごめんってマジでさ。いやでもあれかな、そのレン君と一緒に通学する子がいて、その子が、まあ、おそらくレン君のことが好きだけどって感じなのかな。でもそういうのってさ、そんな曖昧な態度がどれだけ人を傷つけるのか本当に分かってるのか。ごめんって本当ごめんって、なんかまあ分かってないかもしんないね。とにかく今日断りの返事をするんだぞ。分かったか。まあうん分かったかな。うん、まあでも俺もこんな感じのあーってなるよ。いやだってさ、そんなこと言われてもさ、ねえ、うん、だってまあ本当にな、相手がそのレン君のこと好きなのかも分かんないしさ、レン君もね、別にこう一緒にいて楽しいから一緒に行ってる、まあ学校に行ってるわけじゃんね。えそこになんかこうそんなのなんか言われても困るよなっていう困っちゃうよねっていう話ですよね。それが私のことだって、私のことを言われているんだってすぐに分かってしまったレンコちゃんのことだったんだ。だって先輩と仲のいい女の子なんて今日一緒に登校してきたのって私しかいなかったから。そして同時に先輩の冷たい態度の理由を気づいてしまった。それは私に嫌われたかったんだ。いやまあそうじゃないんじゃない、優しさとかじゃない、なんかこう傷つかないようにとかって思ってたんじゃない、わかんないけど、きっとそれは不器用な先輩なりの優しさだったんだろうけど、それならそれではっきり言ってほしかった。つきまとうなって迷惑だって。そうか、感情がぐちゃぐちゃで気持ちの整理もままならなくて、何かが始まる前に終わってしまった恋だったけど、それでもまだ嫌いになんてなれないよ。まあでもさあ、そのねえ、それは伝えた方がいいんじゃない？そんなさ、なんかこう多分だけど、互いが互いのことを大事に思ってるのにさ、そんななんかこう恋愛感情かどうかの一点でねえ違うのは違くない？子供だからだろうか、この感情をどうすればいいのか全くわからない。始まる前に終わる恋、まあでもそれはやっぱ伝えた方がいいと思うよ俺は。そっか、まあねえ、まあでも多分互いにね大切に思ってるとは思うからさ、こう、うまいこと、ね、なると思うんだけど、もう俺はもうあの、ももさんだよ、ももさん。もうももさんにね、怒られてるところがすげえ、リアル。リアルというか、言ったように半分ね、分身みたいなところあるから、なんかもう、自分も怒られてる気がするよねっていう。よし、じゃあ次行こう。最後かな？はい、来ました。じゃあ、最後に、こちら、レンコちゃんが悪いにしましょう。よいしょ。恋をした相手が悪かった、レンコが悪い？まあ、そうですね。ポンタロウさんを好きになってしまったレンコちゃんが悪いですね。はい。レンコが悪いよ。
冷てえな。俺がアセクシャルだって、レンコもうすうす知っているだろ。アセクシャル、セクシャルマイノリティの一つ。人に対して性的感情や恋愛感情を抱けないセクシャリティのことだ。まあそうですね。何かをきっかけにそうなったわけではない。そして何かがトラウマとなってそうなったわけでもない。まあそう。もうなんか気づいたらって感じだよね。うん。なんかもう本当になんか気づいたらみたいな感じで。なあ。だからその小さい頃とかさ、誰が好きなんだよみたいな話あるじゃん。あれすげえ困った。そのみんなはさ、あの子が好きとかって言うけど、俺それがないから、そのなんて答えていいかわからなかったし、その当時というかね、子供の頃って隠すなよみたいなところあるじゃん。でも隠してるわけでもないしさ、うん、その、まあ、前回言ったように鶏じゃないけど、そのね、仲いい好感度によって好きの優劣はあっても、それがそのイコール恋愛じゃないじゃんっていうんで、まあ困ったな。うん。幼い頃から勉強ばかりしていて、他者と触れ合う機会が自然と減って、いつの間にか異性に対する性的感情も恋愛感情も欠けてしまった。あ、まあでも、ここで俺、ちょっと話長くなるかもしんないけど、思うのは、前回ね、言ってたように、犬とか猫に対する愛しさと、恋人に対する愛しさって違うよねっていう話をしたじゃん。で、俺その違いってなんだろうって思った時に、一つ思ったのは、この性的感情かなって思った。うん。っていうのも、その、まあ、恋人とキスするとかって、まあ、その先の恋も、その性欲に関わってくるのかなっていうふうに思って、で、俺はその恋愛感情とかが、まあ、欠落してるから、その性の対象を自分にされる、自分に向くのが、まあ、気持ち悪いのよ。うん。で、別にこれを、なんかその、特別なことじゃなくて、まあ、言い換えると、その、なんだろうな。まあ、例えばクラスの男子がさ、昨日、俺、あのアダルト女優で、なんかこう、いたしたぜ、みたいなさ、話が聞こえてきても、もう男子ってバカだね、ぐらいにしか思わないけど、それがさ、自分だったら、ちょっと気持ち悪くないっていう話、嫌悪感、ないっていう。まあ、こんなこと言わんねえけど、その、俺、昨日、お前で、いたしたぜ、みたいなこと言われたらさ、気持ち悪いじゃん。まあ、それに近いかなって思う、キスとかっていうのって。その、性的対象を自分に向けられてるって感じ。で、それが恋人とか夫婦だと、自分もその性的感情を相手に向けるから、あ、相手も同じように思ってくれたんだっていうんで満たされるんだと思うのよ。でも俺はそれがないから、まあ、一方的にこう思われるっていうんで気持ち悪くなるのかなって思った。かな？うん、そう。そんな感じですよ。性的感情も恋愛感情もそのもの自身はわかるけど、想像するだけで気持ち悪くなるのだ。まあそういうことだよ。でもそう。ね？性的感情とかもわかるじゃん、みんな。でも、それが自分に向けられてるっていう風に想像するというか、まあそうなると、ちょっと気持ち悪いじゃんっていう話を。こうなるのがずっと嫌で、お前を避けていたのに。消えてくれよ、本当に。めっちゃ冷てえな。先輩、いや、これは傷つくよ。ポンタロウさんこんな言い方しないからね。ポンタロウさんは消えてくれなんて言わないから。それから、しばらくして、ようやく
静かな朝を手に入れることができた。時折、校内で蓮子の姿を見かけたが、まるで知らない他人であるかのように視線をそらされ、無視される。まあそらそうだろうね。蓮子に対して散々ひどい態度をとっていた。その言動が報われたのだ。なのに。おはようございます、先輩。え？ふとした時に、ふとした場所で、蓮子の声が、表情が、俺を苦しめるのだ。まあ、寂しいんだろうな。会いたい。会いたいよ、蓮子。その恋人とかじゃなくてさ、友達というかさ、一緒にいて楽しかったのは楽しかったからさ、ね、それがやっぱいなくなると寂しいもんは寂しいもんな、多分。遠藤さん、君がいない静かなひとときを。はい、というわけで一応全部の選択肢は見たんですけども、あれかな、なんか後書きとかに最後遠藤があるのかな。まあいいや、とりあえずキャラについてとかも見ていこうかなと思います。ちょっと一回動画を切るんですけども、まあ続けてね、あの編集でつなぐんですが、ちょっと一回切ります。はい、帰ってきました。あのちょっと水分とかね欲しかったんで、じゃあキャラについて見ていきましょう。おまけ部屋2になります。あ、1があるのか ?1 があるかな、後書きかな。あれ、ここあるか、クリックじゃないと進まないのか。本編で登場した中城蓮子や霧ヶ谷蓮についての裏設定集になります。はい。ぜひ覗いてみてください。じゃあ蓮くん見てみようか。これか。なんかあの専用のさ、キャラ専用？なんかキャラの BGM っていうの？キャラのテーマソングがあるって聞いてたけど、ここが、霧ヶ谷蓮、渋い二宮海様、あ、ありがとうございます。そんな、こんなね、なんかこう、変な声の元ネタの人はね、こんな声だけど、あんなにね、かっこいい声を出していただいて、すげえ、ありがてえ、ありがてえ。俺もあんな声だったらなーって。大手動画配信サイトでゲーム実況を行う大学2年生。峯岸修太郎から霧ヶ谷蓮を経て霧ヶ谷蓮になりました。あ、最初はなんかこう、ポン太郎とかけてくれてたのかな。まあ、別に俺はポン太郎に対して思い入れは全くないからね。本編では仕方ないとはいえ、かなりの暴言を吐いており、若干嫌いになりそうでした。確かに結構、強めの暴言吐いてたね。まあでもほら、レン君のことを嫌いになっても、ポン太郎さんのことは嫌いにならないでください。最低だな。好きな食べ物はアボカドで、嫌いな食べ物は脂っこいもの。もう俺脂っこいものは苦手だね。アボカドは食べたことないな、俺。美味しいのかな？また今度食べてみよう。所属する学部は、経済学部。経済学科。近代日本経済史を専攻。あら、ポン太郎さんと一緒じゃん。頭はいいが、運動神経は平均値。あら、ここも一緒じゃん。頭はいいかどうかわかんないけど、運動神経は、意外と動けるよ。意外と動けるけど、それはそのなんか動けないやつ側で見たときに。だから平均なんだよ。まあ、ボイス聞こう。蓮子、朝からうるさい。もう少しボリュームを落として話せないのか。めちゃめちゃいい声してる。なんだ？すげえ優しそう。もうめちゃめちゃいい声してる。本当にありがとうございます。こんなね、なんかもう元の声がこんな声ですけど。いや、いいな。じゃあ、蓮子ちゃん行こうか。はい。ぜひ覗いてみてください。はい。じゃあ、蓮子ちゃんに行きましょう。
あ、すげえなんか明るいな。テーマソングね。中白蓮子。夏木菜子様かな。ありがとうございます。すげえ可愛いよな、この人の声。名前だけは早い段階で決まった子です。なんかもうほんとね、本編中で俺がなんか、アフレコしちゃって申し訳ねえぐらい、綺麗な可愛い声でしたもんね。ただ、読み方を蓮子とするのか、恋子とするのか、最後の最後まで悩みました。そうね、なんかツイッターとかで書いてましたもんね。まあでも個人的には蓮子でよかったかなと思います。近所に恋子っていうお好み焼き屋さんがあるんで、ちょっとそっちに引っ張られそうになるもんね。所属する学部は、人文学部？日本文化学科。現代純文学専攻。ほえー、すげえな、純文学か。好きな食べ物は肉で、嫌いな食べ物は酸味と苦味の強いもの。お恋に盲目で、ちょっとずつ盲信。優位が独尊が似合う少女。まあ結構アタックしてたもんね。でもなんかね、こう、ちょっとずつ盲信って書かれてるけど、それでも繊細な女の子だったよね。なんかこう話見てると。あ、ボイス聞こう。おはようございます、先輩。私は、先輩のことを。ほら、すげえ可愛い声なのにね、なんかもうほんと申し訳ないですね。私みたいな変な声の人がアフレコしちゃって。いや、でもどれもなんかテーマソングみたいなのいいよね。個人的にここのことがこの次のなんか、ね。これこれこれ。ここなんかミステリーっぽくていいよね。じゃあちょっと戻ろう。じゃあ最後にね、後書き行きましょう。はい。今回のテーマは白黒心理となります。はい。霧ヶ谷蓮のモデルであるポン太郎氏がそうですね、ゲーム実況者として多くのミステリーゲームをプレイされていることから、謎解きや考察をする要素が多い作品となっています。なるほど、まあ、私結構ミステリーゲーム遊んでますよミステリーゲームといえば犯人と被害者、そして謎を解き明かす探偵とその関係者がいると思います。まあ、夕暮れ推理クラブでもね、いましたもんね、探偵とか。謎を解けた時の快感を味わいたくて、ミステリーゲームをプレイする方が多いと思います。まあやっぱね、こう難しい謎を解けた時の快感はね、人一倍だもんね。そして、犯罪を犯す犯人は、悪人として取り扱われる傾向にあると思います。まあ、どうしても探偵側をね、主軸にした場合は、犯人はね、こう、吐くみたいなところあるもんね。まあ、実際犯行を行ってるしね。だけど、経験や環境などによって、誰もがなる可能性が高い登場人物が犯人であるとも言えます。まあ、そっか。そのね、自分の意思で犯人になれるもんね。で、それはその、環境とか、経験とかからなるものってなると、まあそうだね。そのことを踏まえると、犯人イコール悪人と言い切ることができるのでしょうか。まあ被害者とかがとんでもねえクズっていうパターンもあるからな。また、恋愛に対しても同じだと思います。勇気を出して告白したけど、実らなかった。そんな恋を経験した方は多くいると思います。だけど、振った方、振られた方、どちらが悪いなんて言えないなぁと私は思います。まあそうだよね。恋愛なんてね、人を好きになるのとか自由だもんね。まあなんか俺が言ったらあんま説得力ねえけど、まあ自由だと思うもん。うん。で、その振る方も自分の意思だし、振られる方も自分の意思を伝えた結果だからさ。別にそのね、自分の意思を伝えるのが悪いなんてことはないもんな。たまたまこの先もずっとそばにいたいと思える人が
思える相手がその人でなかっただけじゃないでしょうか。まあね、そうだと思うし、例えばそのタイミング、今はその人じゃなかったというか、その人だけどそのタイミングじゃなかったとかもあるもんね、きっと。話は変わりますが、今回セクシャルマイノリティの登場人物を描くにあたり大変苦労しました。いや、すげえ申し訳ねえポン太郎さんがこんなんだから本当申し訳ねえまあ苦労しますよね、そりゃ。異性愛者としてそれなりに恋愛を重ねてきたためです。まあね、その俺も逆にさ、じゃあその普通のね異性愛者の恋愛をかけって言われたらなかなか難しいもんね。想像でしかないもん、自分のね体験してないから。うん、まああとはほら、あのなんだろう、異性恋愛っていうのってさ結構世の中に溢れてるじゃん、もうポピュラーにさ。だからこう参考文献は多いと思うのよ。でもアセクシャルの作品ってなかなかないから難しいよねっていう、参考が少ないから。本当ありがとうございますですよ。もちろんこういう時にこう感じるのかなと想像することはできます。ただそれはあくまでも知識であって実体験ではないからです。まあもうまさに俺が言ったところだね、さっき。だからこそ彼の言動や気持ちをどう書けばいいのか悩みながらシナリオ制作が終わりました。いやでもなんかそうやってこう考えてくれたりさ、なんだろう、こう理解しようと悩んでくれたのが嬉しいよね、やっぱり。うん、だからこう共感できる部分も多かったしさ、こうなんだろう、心に残るというかさ、こうね、いやちげえわみたいな感じじゃなくて、こうやっぱ悩んでくれたっていうのが伝わって、それがやっぱ作品に込められてたから俺もこううんっていう風に悩めたしねっていう、考えることができたしっていう、本当ありがたいですよ。慰めた方がいいのか同情を見せた方がいいのか、知らないふりをして今後も接した方がいいのか、きっとどれも正解でどれも不正解なんだと思いますが、まあでもそう、うん、あのさ、正解とか不正解とかってないのよ。うん、その人それぞれと思う俺は。うん、だからそのちょっと話脱線するかもしんないけど、いわゆるマイノリティのあれって、まあ配慮しましょうじゃないけど、まあ配慮した方がいいみたいなところあるじゃん今。でも俺は別に配慮する必要とかないと思うのよ。まあ、あくまで俺の意見ね。うん。俺はそういう風に遠慮とかまあしてほしくないっていうのもあるけど、その、なんだろう。だってさ、その、別に、まあ、その、セクシャルマイノリティだから悩んでるんじゃないじゃん。異性恋愛をしている人も悩むことってあるじゃん。なんで私じゃないんだろうとか。なんで私は彼を好きになったんだろうとかさ、あるわけじゃん、悩みって。でそのまあちょっとアセクシャルはちょっとなんか分かりにくいけど、同性愛者とかって理解されにくいから配慮しましょうみたいなところあるかもしんないけど、でも異性愛者も理解されにくい恋ってあるじゃん、年の差とか、まあ相手が既婚者とか全然あるわけじゃん。でそこにそのセクシャルマイノリティの差ってないと思うのよ、悩みに対して。だからその異性愛者でも慰めてほしい人、触れてほしくない人とか、話をして楽になる人っていると思うのよ。でそれは別にそれがなんだろう、マイノリティだとかそうだとかじゃなくて、だからどれも正解でどれも不正解だっていうのは俺もそう思う。うん、別にそれがそのマイノリティとかじゃなくてと俺は思う。なのでこの作品の彼の言動や気持ちはあくまでも想像の域の創作物であるということをご留意ください。まあそう、レン君はそう思ったよってだけ。だから元ネタのポン太郎さんのね気持ちを知りたいんだったら、まあ多分この動画見てると思うけど、このこういう動画を見ればいいと思う。最後になりますが、
この作品に携わってくださった多くの方々に感謝の気持ちを述べて締めたいと思います。いや、もうこちらこそ本当ありがとうございますですよ。作者様もそうですし、ボイスとかイラストとか、まあ、あとは BGM とか、本当にありがとうございますです。 Thank you for playing。 自作もよろしくお願いします。いや、こちらこそ自作も楽しませていただきたいというか、遊ばせていただきたいというか、お願いします。以下はおまけ、if シナリオとなります。あら、レン子やレインたちにボイスをつけようかなと思っていたのですが、準備が間に合わず、おまけのみフルボイスとなっています。あ、そうなんだ。それではどうぞ。はい。いろいろな結末を想像してみたけど、どんな未来でも私は先輩と幸せになれなくて、それでもやっぱり先輩のことが好きなままで、なんで好きになったのか、なんでそれが先輩だったのか考えても考えても、これだと言える理由は私には見つからない。だけど先輩が好きだっていう気持ちは紛れもなく本当の気持ちだと思うから、先輩が私に冷たい態度を取り続けるその理由はわからないけど、どうせなら当たって砕けて壊れる恋でありたい。おはようございます先輩。レン子、朝からうるさい。もう少しボリュームを落として話せないのか。すみません。ねえ先輩。なんだ。私は先輩のこと、何があってもずっと、え、あ、バッチを発見。あ、やべえ、実績獲得画面出てきちゃった。ちょっと待ってね。はい、実績解除の画面が出てきてまして、ちょっと切り替わっておりました。いや、あれ、なんかさっきさ、赤いと繋がってなかったような気がするんだけど、まあ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 いいでしょう。まあ、帰ってきましたよということで、こちらですね、悪い子だあれ、無事にクリアすることができました。いや、マジで面白かったです。本当に面白かったですよ。てかまあもう、自分がゲームに出てるっていうの、最高だね。すげえ嬉しいもん。めちゃめちゃ嬉しいし、さ、その、ね、何こう、出てるだけじゃなくて、自分のこう、まあ、理解されづらい部分をね、題材としてくれて、で、それをね、まあ、こう、いろいろ調べてくれたりとか、考えてくれたりとかしてくれたっていうのも、嬉しいよねっていう感じですね、はい。いや、もう本当に、このゲームにね、携わっていただいた皆様と、作者様には、ありがとうというか、もうほんと嬉しいっていうのを伝えたいですね。はい。というわけで、まあ、ちょっとこの後お話ししようかなと思うけども、長くなるかもしれないし、興味ねえよっていう方もいると思うので、一回区切りましょう。というわけで、こちら、無事にクリアすることができました。長いことご視聴ありがとうございました。よかったらまた次回、別の動画とかでね、お会いしましょう。そんじゃあ、バイバイ。じゃあね。はい。というわけで、まあ、興味があるっていう人だけね、聞いていただければいいかなって思うんだけど、特になんかこう話す内容とかまとまってないし、決まってねえんだよな。まあでも、そう。まあ今回言ったように、その、俺のね、難しい部分っていうのを調べたりとか、まあこう、考察というか考えたりとか、こうなんじゃないかなとかってしてくれたのは、まあ本当に嬉しいなって思う。それは、その、何？アセクシャルだからとかそうじゃなくて、まあその、一人間としてさ、その、誰かが、他人が自分のことをこんだけね、知ってくれよってなかなかないじゃん。
それはもう嬉しいよねっていうことですよ。なかなかなくない？そんな自分のさ、こう気持ちとかを知ろうとしてくれることって。で、それがもっとね、そのまあ気難しい部分でもあるわけじゃん。なかなかこう難しい部分でも。っていうのがやっぱ嬉しいよねっていうことですよ。はい。だからまあこういうふうに、なんだろう、まあマイノリティの作品とかってもしかしたらこうね、そういうとか、まあその対象っていうかね、まあそのまあ俺だったらセクシャルなんだけど、まあセクシャルの人からすると、まあこうどうなのみたいな、そういうふうに作品にするのってどうなのみたいな、失礼とは言わんけどさ、なのみたいなさ、意見もあるかもしんないけど、別に俺はそうは思わないんだよなっていう、いろいろ知ってくれるっていうのもあるし、っていうかまあもうこのゲームに関しては元ネタの俺が嬉しいっつってんだからいいよね。そうだよ、元ネタの俺が嬉しいって言ってるんだから、このゲームに関してはそれはなしだしさ。まあね、こうそういう人もいるんだよっていうのを知ってくれる機会にもなるからいいと思うんだよな俺は。うん、まあだからそのなんだろう、さっきも言ったけど、アセクシャルだからどうとかさ、異性恋愛だから悩まないとかっていうんでもないと思うしさ、やっぱ悩む人は悩むし、うん、俺みたいにね、悩まない人は悩まないと思うから、まあこれだからこれっていうんではないと、あ、そう、でもそう、このゲームの根幹の白黒問題だよ。これだからこれっていうのはないんだよっていう、あ、すげえな、このゲーム。俺の思ってることを表現してくれてる、すげえな。なんか、考えれば考えるほど、その、このゲームの根幹の白黒問題に行き着くの面白いな、すげえな。天才か。すげえ、ほんと、いや、もう俺今感動したもん。感動だよ。もうすげえってやったもん。まあでも、そういうことですよ。そのね、後書きにもあったように、その、人を慰めたりとかさ、こう、いろいろあるじゃん。対処方法というか、それって、まあ、全部が正解で全部が不正解だと思うのよ、俺も。まあ、正解なんてないというか、人それぞれだと思うし、まあ、それが白黒問題につながるんだと思うけども。うん。いや、よかったですね、ほんと。めちゃめちゃ面白かったですし。うん。まあ、そんな感じで、いいんじゃないでしょうか、はい。まあでも悩みっていう点で言えば、あれだね。まあ俺は今後人を愛することってできないんだろうなって思ってるし、逆説的に言えば、まあ俺のことを愛してくれる人は出てこないんだろうなって思ってるのよ。まあその、ね、人を愛せない奴がさ、人に愛される資格ないと思うし、俺は。一人で生きていく覚悟？今後、一人で生きていく覚悟っていうのは、まあ大事というかね、持たないといけないよねっていうのは、思う。うん。そう。それは思うな。まあだからその、それが、うん。難しいのかどうかはわかんないけど、まあそう。もうもっと言えば、ポンタロウさんぼっちだからね、基本一人なんだよな。あんまりこの辺のこと長々と話すと悲しくなるかもしんないんで、まあ、この辺にしておきましょう。はい。だからなんかもうもっとなんか知りたいよっていう人が万が一いればこう教えていただくと、そういう風な雑談のね、なんかこう動画とかも作ってもいいかもしれんけども、まあもう俺は基本的に今話したいこと話したしいいかなと思います。というわけでまた次回別の動画とかでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。本当に嬉しいですよ。うん。なんかありがとうばっかり言うのも違うかなって思うけど、感謝はありがとうじゃん。じゃあ嬉しいって、なんて言えばいいかわかんないのよ。やったーなのか？だからまあ嬉しいですよと。そんじゃあ、バイバイ。